はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。という今回は J2 プレビューですね。長崎対東京ベルディ、福岡対京都、北九州対磐田ということでございまして、まあ、これ今気づきましたけど東京ベルディ対長崎でした確か。もっと細かいところなんですけども、そういうところこだわっていけよとまあ言われそうなんですけども、そういうことでございますけども、いよいよね J2 残り3試合となりましたけども、さあ本当に1試合1試合がどこのチームも、まあ、決勝トーナメント状態でございますね。で、まあ、北九州からしたらですね、まあ、岩田、まあ、針ヶ谷選手がですね、まあ、レンタル先のチームということでおそらく出れないんじゃないかと、そこの契約のとこちょっと正直確認してなかったら何ともまあ言えないんですけども、まあ、そこでちょっと針ヶ谷選手が出れない勝ったらちょっと北九州痛いかなって感じが、まあ、しますけどもね。ということで、いきましょうかね。オープニングです。ということでですね、ということでですね、まあ早速こちらからいきましょうかね。東京ヴェルディ長崎、現在東京ヴェルディ12位でございますね。で長崎は3位で、東京ヴェルディ勝ち点53、長崎は73なんですよね。でまあ本当ね、長崎ね、なんとか前節踏ん張ってくれましたね。本当ここに来て、ま、前の試合ね、あのまま引き分けたら嫌だなって感じだったんですけども、しっかり踏みとどまって、くれました。で本当ね、福岡との差も縮まりましたし、徳島との差も、縮まった。まあ、だって徳島の昇格とか優勝っていうのは結構この長崎に、関わってきている状況でございますので、まあ、徳島サポーターとしてもこの試合結構注目のゲームになるんじゃなかろうかと、思いますね。で、試合内容、まあ、試合内容とか予測とか、まあ、そういう形になるんですけども、注目点としては、まあ、何かを意識する前に得点を打てるということでございます。何か、これ何かっていうと、やっぱりね、プレッシャーなんですよね。プレッシャーというかこう、ね、0対0、まあ、前節のように、まあ、ゴールを決めてくれればいいんですけども、ただやっぱり0対0で進んでいったりが進んでいったりとか、であと、まあ、なんだろうな、こう嫌な展開でゲームが進んでいて、で 自分たちの流れに何か、持ってこれない、なんでだろうって、そういう変な意識を、まあ、する前に得点、まあ、どこのチームも平等に90分間ゲームっていうのは、あるわけでございまして、でそういう、もう変な意識ですね。もう本当この時期特有の変なものの、まあ、意識プレッシャーっていうのを、まあ、感じる前に得点、この本当ゴールっていうのが、まあ、いろんなものから解放してくれる、まあ、お薬になりますので、ここ、まあ、本当残り3試合になりましたけど、この時期の1点っていうのは他のね、ゲームと、ね、比べて本当2点3点分の価値があると思います。もっと例えるのであれば、まあ、朝起きたばっかりの朝の30分と、まあ夜の30分っていうのは全く、ね、価値が違います。朝の30分っていうのは僕の中で、昼間の 2,3 時間ぐらいの価値があるぐらいの、まあ、貴重な時間になるんですけども、それぐらい本当ね、こういう時期特有のプレッシャーっていうのを受けないようにね、そのためにはゴールを奪ってほしいなと思いますね。でエジカルとルアンのスタメンはということでございまして、本当ね、エジカルとルアン同時スタメンがあったかないかですよね、1回ねってぐらいなんですけども、本当でも勝ち点3を取るっていう意味では、まあ、本当この2人のスタメンっていうのはもう本当間違いなくいいと思いますし、もうこれは誰もが思っていると思います。本当ね、勝ち点3を取るっていうことはやっぱゴールを狙うにはどういう組み合わせがいいのかっていうと、やっぱエジカと、ルアンで、まあね、同時起用が一番いいのかと思いますけども、さ、手倉森監督がね、どこでスパートをかけてくるかでございますね。で本当残り2試合に向けてなんですよね。で次の試合も含めると3試合なんですけども、要はもう90分間ね、どういう風にゲームを終わらせるかですね。まあ、確かに前節勝ちましたね、勝って、まあ、勝ち点3は取ったんですけども、試合内容としてはちょっとね、危険なシーンもありましたし、ちょっと不安な面も、ありました。で本当残り2試合をいい形で、迎えたい、そういう意味では、まあ、本当ね180分間、ね、残りの本当180分、ね、向けてこの試合を、どう終わらせるかっていうのが鍵になってくるので、まあ、もちろんね、どんな形でも勝ち点3っていうのは、あるんですけども、本当変な形で失点とか、まあ、変なね試合内容にしないでほしいなと、本当雰囲気よく終わりたいなと個人的に思っておりますね。特に長崎、本当ね追いかけてほしいなと思います。はい、次、福岡京都でございますね。現在福岡に勝ち点75で、京都6位、勝ち点58と、まあ、いうことでございましてですね、まあ、京都ね、本当九州のチームに強いな、北九州も破ってますし、で、まあ、福岡も、前回対戦ではまあ破って、おりますし、でまあなんというかですね、嫌ですよね、嫌な流れですよ。長崎もこの間敗れておりますし、本当ね嫌な対戦相手になると思いますけども、ただここでね本当ね勝たないといけない、本当内容は云々よりも本当勝ち点差を得らないといけないのが、まあ、現在福岡の現状かと思いますね。で福岡ですけども、直近5試合は1勝4分け、まあ、これ評価が難しいんですけど、まあ、負けてはいない、確実に毎試合勝ち点は積み重なっているんですけども、けどもやっぱりこの結果に見るとちょっとプレッシャーかかっているのかなと、まあ
試合中見ていて特別こう硬いなとか今までと違うなというところはまあないんですけど、もう多分ね、最後選手のこのシュートを打つタイミングとか、ね、ちょっと慎重になったりとか、まあ、僕らではちょっと本当僕みたいな素人では分からないような、まあ、何かっていうのがもしかしたら、ね、今福岡の選手を襲っている可能性もある。それぐらいこの5試合、ね、なかなか硬いゲームをしているなと。で対京都、ね、1分け2敗ということでございまして、まあ、これは昨年から実は勝っていないということなんですね。対京都本当ここ最近は1分け2敗で勝てていない。でもただそんなの関係ないんです。本当さっきも言いましたけど、まあ、内容よりも結果なんですね。で、まあ、本当結果が、まあ、対京都に関してはまあ出ていませんし、まあ、嫌な選手非常に多いです。多いですけれども、まあ、あの選手嫌だからなこう、ね、戦っていくことが、まあ、多分福岡選手と監督の中でいろいろ攻略法あると思いますけども、まあ、その攻略法、まあ、多分本当事前のスカウティングとかでやってくると思うんですけども、ただやっぱりねこの準備してきたものを実行するにはやっぱり最初の15分っていうのはまあ大事です。まあ、これはよくまあ言われることですけども、あんまりこの最初の15分がなんで大事かとか、ね、先制点奪われたくないよねってよくね解説の方とか言われるんですけども、じゃあなんで最初の15分が大事なのかとか、そこの説明が意外とないので、そこをまあちょっと軽く僕なりに、まあ説明しておくと、まあ要は1週間、ね、とか、まあミッドウィークのゲームなら中2日中3日ですけども、その試合に向けた準備の全てが最初の15分で失点すると崩れてしまうんですね。これは正直前半後半の15分まあ一緒ですけども、例えば1週間かけて京都相手にこういうサッカーで、勝とう、ここは弱点だからこうつついていこうという形が多分ね、どこのチームは福岡に限らずですけど、どこの J リーグクラブサッカークラブあると思うんですけれども、ただその1週間かけて勝つための90分間のブランディングをしてきたものが15分で失点しまうと崩れてしまうんですよね。もうね、失点してしまうとさすがにちょっとプランを変えないといけないという状態になりかねないので、最初の15分っていうのがまあ大事になってくる。で失点っていうのもそういう意味で、大事、失点しないことが大事になってくる。ここ意外とまあ言われないんですけども、まあ本当ね、最初の15分とか20分での失点っていうのはこの1週間かけて準備してきたものを全てもう1回ゼロから、ね、試合中にしかも、構築しないといけないような状態に、なりますので大事っていうことなんですよね。まあ、ただ本当ね、そういうことを言うとやっぱり前半はとりあえず無得点無失点に抑えたいっていうところでございますけども、本当ね、ただ難しいですね。本当ただそこで僕みたいな素人がいろいろ言ってもあれなんですけども、ただいずれにしても最初の15分、まあ、大事ですし、もしこの京都相手に、まあ、嫌なイメージとか福岡の選手があったらちょっと、ね、そこはもう本当クリアにして戦ってほしいと思いますし、まあ、前回の、まあ、金沢戦もそうですけど、本当劇的な最高の形で前回の、まあ、前節試合を終えている福岡でございますので、まあ、この試合も仮に、まあ、先制で奪われたとしても、そこから盛り返す力っていうのは、まあ、ついてきた。本当シーズン終盤についてそこは、心強くなってきたかなと思います。なので本当最後までね、もし仮に失点したとしても自分たちの、まあ、力を信じて90分間戦ってほしいなと思いますね。はい、北九州岩田ですね。北九州5位ですね。で岩田7位ということでございまして、現在北九州勝ち点59、岩田57でございますね。で本当さっきも言いましたけど、針谷選手の欠場がおそらくね、ちょっと契約内本当見てなかったの申し訳ないんですけど、まあ、濃厚かなと。本当針谷選手ここに来て、フィットしてきましたし、本当ね多分北九州の、まあ、ボランチにも国分選手とか加藤選手とか、まあ展開力のある選手、パサータイプの選手、本当攻守に躍動できる選手いるんですけど、またそことは違うちょっと針谷選手異質な感じがしますね。本当こうなんていうのかな、発想力が豊かですね。本当あのね、味方もちょっとね反応できないところに出すんで、確かに味方は反応できていないんで連携不足かなって、まあ思うところもあるんですけども、ただそこを通すかっていうのを通るんですよ。しっかりディフェンスとディフェンスの間を通したりとか、ね、そこに選手が走っていればビッグチャンスだよねって、まあ、そこはもちろん連携面の問題にはなるんですけども、ただ面白いところにパスを通してはいるので、まあ、非常に戦力になっていただけにという感じがしますけどもね。で、この試合に関しましては、まあ、山口戦の敗戦から立ち直るということでございます。本当ね、まあ、びっくりするような、まあ、試合でしたね。北九州山口戦本当1対4で敗れました。本当高井一馬と有利に、まあ、やられたゲームでございましたけども、あなた本当ね、小林慎二監督試合後に本当選手のメンタルのことを結構気には、されていました。なのでこの試合に向けて、まあね、確かに昇格っていう目標は一つまあなくなってはしまってはいるんですけれども、そこから新たな目標に向かって戦ってほしいなと思いますね。で本当負ければ順位がひっくり返るんですね。そういう意味で言うと、ある意味、まあ、モチベーションにはなるかなと。まあ、ジュビロが勝つと、まあ、単純に順位もひっくり返りますし、福岡と戦う京都も結果次第では、まあ、北九州
よりもっていう形になりますので、ここはね本当北九州ベスト5とかベスト4以内でフィニッシュをするためには大事な一戦になるかなと思いますね。でドラえもんじゃなくて椿が安心してされるためということでございまして、ね、本当ねドラえもんがね安心して未来に帰れないじゃないかみたいなね、そういうね名シーンがドラえもんありますけども、本当椿が安心してされるためということでございまして、まあ椿選手ですね、まあ、今年1年間本当北九州を1年間というかもうねここをね数年にわたって、まあ支えてくれました。でまあもともと F マイナスからレンタルなのでいつかはまあ帰っちゃうよねって話だったんですけども、そこからまあ来季はオーストラリアのまあ移籍が決まりまして、でね椿選手本当素晴らしい選手で、確かに J2 の器じゃないなって、本当素晴らしいドリブラーでございましてね、まあ、この選手どこに行っても欲しがられるなと思ってましたけども、まあ、リリースが、まあ、ありましたね。本当椿が、まあ、安心してされるためにも北九州、頑張ってほしいなと思います。で椿に限らずですけども、まあ、今日、いろんな、ね、選手のこれから、対談報道とか、出てくると思います。今日はもう北九州、ね、ちょっと寂しい話で言うとゴールキーパー高橋選手の、まあ、契約満了が、発表になりました。今後多分どんどん、そういう、ね、リリースっていうのは、まあ、選手加入も含めてあると思いますので、まあ、そういう選手ね加入する選手が来てよかったとか、まああのね、思ってくれるような、まあ、ゲームを、まあ、してほしいですし、まあ、もうもしかしたら発表されていないだけでレンタルバックの、選手も決まっていたりとかそういうのがあるかもしれませんので、そういう選手たちのためにも最後ね本当北九州このチームで1年間2年間戦ってよかったなとそういうゲームを、してほしいなと思いますね。はい、ということで今回 J2 の、プレビューでした。本当ねもう熱いゲーム、本当1週間後にはまあ1週間後ちょっとかまあ実質1週間中か、まあ、1週間後でも1週間後だ、1週間後だよ、本当1週間後にはね J1 への昇格チームとか決まっている状態でございます。本当ね残り1週間どういう風にね、過ごすのか、選手たちどういう風に戦略を練ってくるか非常に楽しみでございます。という以上パルプンで J リーグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。